すいません、パン買ってきました。遅えや。すいません、売店混んでて。言い訳すんじゃねえや。あ、ごめんなさい。パラパン10発の。え？いや、授業遅れちゃうんで。知らねえよ。あ、いて。千代くん大丈夫？ん？うん、大丈夫。ねえ、最近2年生とよく一緒にいるよね。え？あの、ヤンキーみたいな人たち。ああ、うん。その、さ、え、石野くんってもしかしていじめられてるの？いじめ？ああ、いや、ごめん。でも、その、千代くんがこの前2年生にパン買ってるの見ちゃって。ああ、そうなんだ。なんで接点ないでしょ。ああ、いや、実は。失礼します。龍崎先輩って言いますか？あ？何お前。あ、あの、龍崎先輩に用があって。龍崎さん？龍崎さんになんだよ。ああ、てか見たことねえけど、お前。1年。ああ、はい。昨日引っ越してきて。そういや、龍崎さん言ってなかった。射程が来るって。ああ、お前か。ん？射程？あ、いや、僕は。龍崎さん今定額中だからよ。それまで俺らのパシリにしてやるよ。え？みたいな。それで言うこと聞いてるの？うん、まあ。さ、もしいじめられてるなら先生に。いや、大丈夫大丈夫。ちょっとパシられてるだけっていうか、別にいじめとかそういうのじゃないから。でも、なかなか殴られてるんでしょ。殴られてるっていうか、まあ、ちょっとしたゲームみたいな。何それ？意味わかんない。わかった。私が言ってあげる。え？あの、ちょっといいですか？あ？いや、宮城さん。一野くんをいいように使うのやめてくれませんか？は？何お前。だから、一野くんを都合よく使う。おい。だから、何？お前。みやびさん、もういいから。あ、何こいつ。あ、みやびさんは関係なくて、ただのクラスメートで。クラスメート？お前、誰に上等こいてんの？はい。いや、だから、その、いや、あ、ゆずさん。ちょっす。あれ、もう定額解けたんすか？いや、明日、なんか先行に呼ばれてよ。あ、そうなんですね。何？女と揉めてんの？あ、いやいや。あ、龍崎さんの射程来ましたよ。あ、射程？はい。とりあえずパシリにしてますけど、いいっすよね。あ、どれ？あ、そいつっす。じゃあ。え？ん？え、どれ？え？いや、だからこいつっす。転校してきた。あ、なに？お前がパシリにされてる。いやいや、違いますって。俺ら、お前らがパシリにされてんだよな。石野さん、その、お疲れ様です。うん、疲れる。でもいいよ、僕今パシリだし。ね、先輩。え？あの、なんか手違いがあったと言いますか、その。手違い手違いで俺がパシリになるの。なあ、龍崎。まあいいや、ちょっと話そうぜ。龍崎先輩。